アルミン、エレンは？エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミン、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね、エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ、僕らを置いて。私はただそばにいるだけでいいのに、それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろ。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らねえからな。クリスタ、やっぱり君には残ってほしいんだけど。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つなんてできない。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。ああ、俺もだ。ライナーもベルトルトも敵だったなんて。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。ハンジ、説明を。うん、彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までたどり着くだけの体力が残っていないと仮定しよう。ならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森、そこに向かいたいだろう。そうか、あれだけ戦った後だからきっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。また来てくれよな。母さん！首ってもらっちゃ困るぜ。確実に二人だけ助けるか、戦った全員助ける賭けに出るか。俺は、行かない。
行くぞ。そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話は、その後でいい。ライナー、おい、てめえふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったか？なあベルトルさんよ、何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊した奴が命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し記憶の改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな。ベルトルさんの呆れ顔を見るに。ふざけんじゃねえよお前らな。お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか。それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うがその通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだいライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。あれは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ。クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今はあいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。お前らが今クリスタを連れて行かないのならここでお前らと戦って邪魔をする。
死に。先に行く。僕も行くよ。討伐する。エレンはこの森のどこかにいるはず。早く探さなければ。邪魔な巨人がうようよいやがる。これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。やっぱり君は前線に出ない方が。何度も言ってるけど、それは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。国境捕捉、いや倒す。このままではエレンが連れ去られてしまう。急がなければ。エレンがおとなしく連れ去られると思うか。いや、力の限り暴れまくるはずだ。大丈夫だ。ライナーもベルトルトも敵だったなんて信じらんねえ。奴らの口から直接聞くまでは。くそ、巨人の数が多いな。無事でいろよエレン。分かったよ。もしかしてユミルか。こんなところに。待ってください。こいつはユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘。クリスタ、食いやがった。クリスタまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。よし、我々も作戦を開始するぞ。まずは森林内の貴公子を撃破せよ。討伐対象は貴公子のみ。通常種は無視せよ。我々に残された時間はわずかだ。急げ。この貴公子、いきなり襲ってきやがった。誰か手伝ってくれ。いいだろ。
放ってはおけないよな。討伐完了。討伐せよ。何か狙いがあるような。何を企んでいる。いや、エルヴィンの野郎、飛行士だけを倒せとは一体どういうつもりだ。ここだ。頼む。分かったよ。いきなり襲ってくるなんて。誰か奴の討伐に協力してくれ。目標捕捉任せて。よし、討伐完了。討伐準備は整った。確保。巨人を引き連れたままでいい。私についてこい。やめろエレン。甘えられるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ、出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ。誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。総員突撃。あれはユミル。邪魔をするなら先に殺さなくては。討伐完了。
目標捕捉任せた。よし、いいだ。討伐する。手貸してくれてありがとな。おかげで助かったぜ。討伐完了。目標捕捉。救援要請か。放ってはおけないよな。待ってミカさん、ユミルを殺さないで。それはユミル次第でしょ。私は邪魔する者を殺すだけ選んで。ユミルだってライナーたちに従わないと殺されるの。選択肢なんてないんだって。ありがとう。君のおかげでなんとか助かった。救援要請か。放ってはおけないよな。目標捕捉。任せた。よし、討伐完了。飛行士の討伐を急ぐんだ。私たちで前線部隊を支援するぞ。すまない、助かったぞ。この拠点を設営すれば巨人を誘い込めるはずだ。目標捕捉。私が尊重できる命には限りがある。そしてその相手は6年前から決まっているので、私に情けを求めるのは間違っている。なぜなら今は心の余裕と時間がない。クリスタ、あなたはエレンとユミル、どっち？あなたも邪魔をするの？ユミルは抑えたぞ。鎧の巨人に取り付け。エレン、今行くから。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト！いいの？二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの？兄なら今地下深くに幽閉されて拷問
けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく、様々な拷問が。悪魔の末裔が根絶やしにしてる。